株式会社、磯村建設は、かつて存在した、日本の中堅不動産会社である。主に、埼玉県大里郡より一町の東部鉄道、東上本線沿線の建て売り住宅を、取り扱っていた。2020年現在、全国各地に同盟、または、類似した社名の建設業者及び、不動産業者があるが、それらとは一切関係がない。 1967年11月に設立、本社は東京都新宿区西新宿にあった。代表取締役社長は磯村菊治。子会社に磯村住宅販売があった。1970年代後半よりテレビコマーシャルを大量に放映し、販売価格は1000万円台を強調、住宅ローンを組んでも賃貸住宅の家賃程度であり、 生活に負担をかけないでマイホームが買えることを強調した庶民向けの宣伝戦略をとっていた。この背景には高度経済成長を経た時期における地下高騰と大都市の人口急増による住宅不足があり、土地に余裕のある郊外での住宅開発が極めて盛んで、中には東京から遠く離れた土地でも東京への通勤を前提とした。 宅地開発が行われていた。1984年には年間48億円を売り上げ、従業員数も75人を数えたが、翌1985年8月23日2度目の不渡りを出し、89億円の負債を抱え同年9月17日破産宣告を受け、設立からわずか18年で倒産した。 この際、住宅の購入者がローンを完済しても銀行が磯村建設へ融資する際に設定した低等権が残ってしまうトラブルが発生して約170人の被害者を出し衆議院大倉委員会でも取り上げられた。また、破産した際に建設途中の数多くの住宅の工事が中断され、建設途中の状態のまま放置されていることも報道された。 関東ローカルでは盛んにテレビ CM を打ち、メロディに乗せて代表電話番号をアナウンス。テレビ CM は主に夕方の番組や昼11時半のニュース番組枠などで放映されていた。また、新聞広告でも社名の前にテレビでおなじみのというキャッチフレーズを入れて盛んにテレビ CM を打っていることをアピールしていた。上記の分譲地はいずれも埼玉県大里郡。 より町に存在し最寄り駅から東京の池袋まで片道約1時間半かかる上、最寄り駅から分譲地までの交通も不便で、周辺に商店はおろか街灯もない状況であった。なお、分譲当時は小菅駅や八方駅から池袋駅までの直通列車がわずかに存在した。ひばりが丘は東京都西東京市のひばりが丘、目白台は 八王子市の目白台とはそれぞれ関係ない。また、埼玉県で住宅分譲地を展開する前の1975年頃に、群馬県で別荘地の開発を行っていたこともあった。ビラリースト名打ち貸し別荘向け投資物件として販売していたが、体感、大切を考慮しない構造の木造アパート形式の別荘を区分所有させる形で販売するなどの無理な開発を、 行っており、2021年現在同別荘地は、ほとんどの別荘が使用されないまま放置されるなど、荒廃が進んでしまっている。ありがとうございます。